一時を回りました。えー、私、土屋亮でございます。1月17日木曜日でございますが、ちょっと今日ね、ある話題をしたいなと思います。全国の私鉄、すいません、鉄道の話でございますが、私鉄が集まって作った日本民営鉄道協会っていう、まあまあいろいろそういう大きな協会があるんですけど、その、えー、私鉄の利用者が、 去年1年間で駅や電車の中で迷惑だなちょっとっていうことをランキングにして発表してるんです。まあいろいろ今ね、車内のマナーとかそういうことをいろいろキャンペーンしてる中でのこういうランキングなんですけども、迷惑だなと思ったことをランキングにしている、そのワースト3、ちょっと発表しますね。3位、座席の座り方。 まあ確かに大股開きみたいなことだったね。まあ我々、鉄道業界としても今座席のシートくぼませてっていう。あ,あ、すいません。ちょっと我々の意味がある。ね。ちゃんと座って、ここですよってことはしてますけど、まあ座席の座り方。そりゃないんじゃないのと。または閉じてくださいよと。また来週みたいなこともあったりするわけなんですけども。2迷惑だなと思ってる2位が、騒々しい会話やはしゃぎ回れたと。ちょっと何これやだ。は <laughs> は みたいなうるさいよこれ公共の場だぞと、お前んちじゃねえんだぞ、みたいなようなことがあると。いうことが2位なんですけど、問題は気になる。ワースト1位。あなた何だと思いますか選ばれたその迷惑行為、迷惑だなと思っているのは、2016年は4位で、2017年は3位ということで、じわじわ上がってきてる。多ただカるオートマティック状態。さあ、それが、2018年、昨年調査開始で初めて1位になった。 答えその迷惑行為は荷物の持ち方方置き方だったんですはあなるほどこれはなぜ去年1位になったのか理由の一つに挙げられるのがビジネスリュックの急増そうサラリーマンの方がスーツ姿にリュックを背負うというようなこと おい,おいちょっとそれはおい山なのか町なのかどっちなんだというような違和感がありましたが最近はねよくその見かけるようになりましたがこのリュックが邪魔になるということを思ってる方が多いというような。 まあ確かにそうだな。まあ僕自身も、リュックで来てますからあ、してますけど、なんかこのリュックが増えた理由として、今日のあの、チーフディレクターがなんか取材したときに、やっぱあの、東日本大震災があった以降になんかいろいろ自分を守るという意味でも、いろんなものを入れる。そして、いろんなものが入るリュックというものが、えー、重宝がられてるということがあるらしいんですが。まあですからまあ、リュックがあって荷物が増えました。 じゃあ、荷物を圧縮布団のやつでも結びですから、じゃあどうしようかということで、じゃあこのリュックを背負って、ちょっと混んでる電車に乗るとき、あなたのはどうしますかということなんですけど、方法。ま、いろいろ考えますよね。ま、ま、網棚に上げておくというパターンはありますけども、ま、ああれ全員分乗っけられませんし、ちょっとね、防犯上危険だと申しもめるから、やっぱり自分の手元には置いておきたい。ま、あ一つは片方のストラップを外して、リュックを脇に抱える。 で、背負うのをやめてリュックを手に持つ。そしてリュックを背中ではなく胸に抱えるように掲げるという、そうということがありますが。まあ確かに背中にやるとね、見えないから相手ぶつかっちゃったりなんかしますけども。えー、私、土屋ではですね、この3番、リュックを背中じゃなく胸の方にやる。 これがいいなというふうに思って、皆さんどうですか僕はこれ最近多いんですけども、僕の周り、僕のマネージャーもリュックを前にしてるので、えー、日比谷の駅降りって日本放送にマネージャー二人で歩いてくるとあ、同じリュックを前にしたのが二人歩いてくみんなに笑われるんですけども。いやいや、これをね、みんなその、そ僕はリュックを背中に背負うということも、どうかと思うんですよ。だって、 見えないし、ぶつかるし、その、なんか、もう一回背負い直す時のバンっていうので怒られたことは何度ます。前っていうのは、僕はね、好んで、電車以外でも僕は前にしてるんですけど、ちょっと巨乳になった感覚が僕の中であります <laughs> <laughs> 僕は何を言ってるんですかいや、違うんですよ。あのね、リュックは後ろにボコってなるじゃないですか。 リュックを前に背負うってことはちょっと前が勃起ボーンになるわけじゃないですか。あ、巨乳ってこういう感覚なんだなっていうようなことでちょっと楽しいというのまあでもおよび、まあ同じリュックだから、前でも後ろでも、あの、面積一緒じゃねえかっていう風で、どっちだって邪魔だよっていう人もいるかもしれませんけど、でもね、やっぱ巨乳には触っちゃいけないですから、やっぱりそこの、どんなに混んでても胸元のとこに手だったり背中は行かないです。それはなんとなく、 教わらなくてもみんなそうしますよ。ってことは、どんなに混んでても、この胸の前というのはプライベートゾーンだから、そこをどう使うかはあなた次第ってことですから。ここがこう。だからどんどんちょっとずっとリュックを背中に背負ってるなという方、一度前にやってみて。まあ、手で物も取れるし、ちょっとした実写版ドラえもんになった感覚にもなる。さらに言うならば、ナイスバディになった感覚にもなるということで、ぜひ、えー、ウエストポーチをですね、上の方に上げて。<laughs> まあ、要は、まあ、いろいろ迷惑になってることがリュックだというようなことだけは自覚しながらね、みんなの車両ですから、みんなで、え電車の中楽しく過ごしましょうというようなことで、今日もお届けします。好奇心のまま深掘りする番組、日本放送土屋レオレオナルド、スタートでーすオープニングナンバーです。いい曲ありました。ありがとうございます。愛子姉さんです。うー、カバン。木曜日レオナルドオープニングナンバーは、愛子のカバンでした。 改めまして一時回っております、1月17日木曜日、ニコソ土屋レオレオナルド私、私土屋レオでございます、さあこのレオナルドですね、今年に入ってから二部制を取ってるんですよ、4時までの生放送なんですけど、2時半ごろ境に90分ずつの二部制そこで一緒に番組を進めてくれるパートナーも前半と後半で完全入れ替え制というような。 ですね、えー。後半はいつもの増山アナウンサーなんですが、前半は日替わりパートナーということで、本日の前半のパートナーはこちらの方ですお願いします。どうも玉川美沙です。<笑><笑>こんにちはよ。よろしくお願いします。いすいません頭がかり。お呼びいただいてありがとうございます。いやいやありがとうございますいやすいません,うんもうもうね不思議な感覚でございますけどもう僕はあれ,れの仕事を取ったんだよね。そればっかりやれおはそればっかり言うじゃない。 そればっかや。ゲストに来るたんびに、私の番組にゲストに来るたんびに、はい、玉川さん、次いつ休むんですか。はい、僕代理やります。から在打 <laughs> <で>の在打の神様をやりたいですっ<う>てずっと言ってて、はい、いつ休むのね。<laughs> えっとね、もう、風邪引く。えっとね。 決まってますやりたい決まってますねこそっとしてますからいやまさかゲストに呼ばれる日が来るとは思わなかったいやいやいやまあでも本当に僕はミサさんの番組に出たことによりラジオが好きになったしこうでありたいというこれおべんちゃらでもなく違うでしょ違うこれでもいいんだと思ったんでしょいやゃ喋る人ってこれでもいいんだじゃあ俺できるかもと思ったんだよねいやいやその流れ作業のようにゲストをさばくこともできるわけじゃないですか僕なんてそんなそうなんですよ そこなんですよ皆さんの番組にゲストで行った時のこの心地よさ <laughs> なんでお前実家の親戚かと思ったもんね <laughs> そこまで真摯親身に話聞いてくれるっていうあらそうですか、うん、なんかのスナックのママみたいだったいやいやも,うそもっと身内な感じ <laughs> 外部でもない感じ <laughs> それを毎日やられてるっていうのはすごいなと思って<ー>僕もこうでありたいな、まあ、毎日ってどうですかやってみて、えー、<laughs> 帯番組あの、ね、赤坂さんも言ってましたけど、うん、他のこと何もできないでしょ 毎日これのこと考えられる。楽しいんだけどね。楽しいんですけどね。だからもう自分の、あの背骨がこのレオナルドが。ここにどう肉付けするかの人生だなっていうことで。細いよね。結構ね。細く。肉付きそんな良くないね。いやいやね。いや、これ、ゲストって気が楽だね。いや、本当に。いやいやいや。そうです。両方。両方分かることでより、お互いが豊かになるということ。 いやでも1つだけ言っていいですか、はいはい、私、呼んでいただいてすごいほんとね光栄なんですけど、早すぎると思う、私を呼ぶのは、もっといろいろ呼べる人とかいるじゃん、ほいで、どうにもネタが切れてさ、この日のスケジュール誰も抑えられないってなったときぐらいに使うのが便利じゃないいいもっとなんかほら なんか昨日の地下アイドルさんとかもそうだけどそう面白い話ができる人とかいっぱいいるわけじゃないですか,かお友達多いしちょっとあのしりとり的なとこもあるじゃないですか玉の次玉 <laughs> さっき気づいてなかったじゃん私が言ったんじゃん昨日も玉ちゃんだねって <laughs> いやだからゲストじゃないんですよ玉川さん<あ>僕は一生こうパートナーとしてっていうことで<ー>僕がこういろんな方と喋りたいなっていうところで玉川さんでも最高分かった木曜日で拍たくなったんだ うん、確かに確かに確かにエネルギー全力で振るじゃないですか、うん、サッカーだって後半はバテます <laughs> <laughs> 一生懸命やってる一生懸命やってるけども,もいい若干プレーはねそそれ外すかっていうのは外すじゃないですかその疲れて力が抜けてきたところぐらいに、うん、バーンといい当たりがね 出てくんですよねいやでもそれは玉川さんのこのパーソナルな部分がやっぱ木曜日にはこう最後に僕月曜日玉川さんだったらまま違う雰囲気なっすあと3日がすっごい疲れてると思う初日に飛ばしすぎてだからちょっと今日はよろしくお願いいたしますということでそれね僕の憧れのラジオパーソナリティということもありますが鉄道という共通項もあってというようなことでただ鉄道が多めになりすぎるとおそらく昼の番組しか終わらなくなるので。 「オールナイトニッポンますあれで十分ですよ。ということでそんな玉川美沙さんとお届けする前半ラジオの前のあなたからもどんどんメッセージを送っていただきたいと思います特にテーマを設けてはいないんですが今日オープニングでね混んだ電車の中のリュックや荷物の持ち方とというこまさか巨乳につながると思わなかったですけどね私もバックパックなので今日もそうですけど混んでると前。 確かに前にで財布出すのにいちいち後ろのこう下ろしてあれが面倒くさくて結局ずっと前に持ち続けるとかになるんだけど特に子育てし始めてからそうなった、うん まあちょっと懐かしい気分になるんだよね <laughs> 前にバッグがあると結局、僕後ろにリュックを持ち背負い直す時に人に当たるってことが多いギターとかを背負うこともあったからなんかそこねかね意識すするんですけども、ねまあ、子供連れて、ね、行動することが増えたので <はい S 2> バッグって子供のおでことかにガンって当てられたりするんですけど,ど大人って気づかないので。 <で>ね、あれなんか気づいて <laughs> おでこになんか擦り傷あるけどそれみたいなことが結構起こるんでそういうことがあるからじゃあ今日ラジオの前のあなたも、まあ、特にメッセージテーマもうけたないですけども社内でのマナーとかこういうところ気になるなんてことも送ってきていただいたらオープニングテーマなくなっちゃったねもうだからそういう裏の話あんすそれは確かに今のレオナルドでお楽しみくださいってこと気持ちいいですよねシューもうディレクターとドヤ顔するけども。<laughs> 聞いてるから自然な流れでございますから、こっからですよ、玉川さん。この番組のメールアドレスを紹介していただくという、運びになっておりますが、よろしいですかわかりました。皆さんからのメッセージをお待ちしております。よかったら私、玉川へのなんか、応援とかもあったら送ってください。知らない方ははじめまして。はじめましてですえメールアドレスは、オ e o 1 2 4 2 c o m です。ットコムです。レオはアルファベット、全部小文字でお願いします。reo、reo、レオ。 はい、アットマーク 1242.com まで。はい、あと番組のサイト見ていただくとそこからそのまますっと簡単に送れるようになってるので、はい、よかったら日本放送のウェブサイト 1242.com これアクセスしていただくとすぐわかると思います。うね、私の土ような頭に王冠がかかぶってるホーームページですからキング キングではないですかよあと、ファックスもお待ちしてます。はい、よかったら絵描いてください。0570-02-1242、はい。<laughs> の NHK のオリンピックみたいたいです、ね。0570-02-1242 <laughs>。うんうん、そうですね。どんなバックパック使ってます、ね、ああ、いいこと、いいこと。うこういうふうに持ってますとか、ね。そういうことはいいかもしれませんよね。ファックスだからできることです、ね。ファックスならではのこと。ね。ぜひその前にストーブの前だと真っ黒になっちゃいますから。気をつけてくださいね。<laughs> あ、それはこっち側だ。受け取った後、間熱しだからねそうそう。そういうこと。ツイッターもありますから。時代だな。<laughs> ハッシュタグあるんですね。カタカナでレオ、ひらがなでナルド、<laughs> ハッシュタグレオナルドつけてつぶやい、つぶやいてくださいということでお待ちしております。<ん><あ>待ってます。さあ、で、今日はどういう内容なのかということでささっといきますけども、えー、一時代は玉川美沙さんと共にお届けして、いろんなものを深掘りしていこうと思いますけど、うん、今日は、まずはラジオについて深掘りをさせてくださいただきます。はい。よろしくお願いします。はい、そして二時代は二時の深掘りですけど、うん、えー、今日はじゃんけん深掘りです。じゃんけん。はい。何も考えずじゃんけんするなんてのは、ね、それはね、わざと負けてるようなもんですから。 勝ちに行くじゃんけんです、今日は。ああ<ー>、勝ちに行くじゃんけんだ勝てるんですよ。へえ<ー>。はい、いうようなことのじゃんけんの深掘りでございます。はいはい、そして、えー、玉神座さんがお別れになった後、うん、後半3時代はゲストとレオナルド、バイオリニストの直人さんが登場ということで、スタジオで生演奏、うん、あら、素敵。そういうことでお楽しみでございます。はい、さあ、それで告知のまま深掘りしていく、日本ソーツチアレオナルド、えー、午後4時まで生放送、どうぞお付き合いください。 さあ今日は玉川美沙さんと共にお届けするということでラジオパーソナリティ映画コメンテーターエッセイストおお,おエッセイスト初めて言われた、はい、あと撮り鉄撮り鉄部部長です撮り鉄部撮りっていうのは写真の撮るじゃないですよね鳥ー撮りバードの撮りとでねその話をする気はあるんですよ、うん、僕は しないっていう前振りですね。いいあの、いや、するつもり入部希望者お待ちしております。野鳥と鉄道を同時に楽しむっていうハイキングとかをやる会です。すごいですね。あ、そ、そ、お知らせのとこでちょっとその話させてくだあ、あったらね、時間がない。あったらね、ないと思うないや、聞きたいことがやっぱいっぱいあるんですよ。ですかまずは、これはラジオですから。で、僕は玉川美佐さんの、え、ラジオ番組にゲストで出させてもらって、ラジオが好きになったし、自分も、その、 受け入れる招く側になったら玉川美沙さんのような精神性で居続けたいというふうに思っている部分がたくさんありましていろいろ伺いたいんですけどもまあ玉川美沙さんは、はい、いろんな曲でラジオ <laughs> 流れ歩いてますからねね<え>日本放送もやってましたよオールナイト日本関東近郊というか、うん、まあらへんでいうとほぼ 手つけてますか言い方てめん嫌な言い方する手つけてます足跡を残してまいりました多分残ってるかな結構テレビ以上にラジオ局の方が独自のカラーというか僕は強いなぁという印象があるんですけどそうですねたまさんの中でのこう日本放送というのは TBS や文化放送,化放送まあ他の FM もありながら、うんうん、日本放送っていうのはどういう立ち位置のイメージかボキャブラみたいなこうなんかこう分けるとするとどこら辺にいるんですかボキャブラがあんま分かんない、ね、ああじゃあやめましょうボキャブラ <laughs> テレビーあんま見ないのでね私「オールナイト日本しかやってないじゃないですかで だ夜でしょ、うん、社員さんはほとんどいない時間でしょ、うん、で前後が西川くんとか、<laughs> TM レボリューション西川隆則くんとか、まさ <laughs>、はい、に福島サルさんに挟まれてるとこでやってたから、そらあまあ自由で楽しい時間帯だったので、<laughs> あ日本放送っていう曲のカラーみたいなのは、 ほとんど印象にないんです。私は深夜帯の、夜んやられてる方が昼くると、こんなに人がいたんだっていう感覚を皆さんオープニングとかしてました。今日、だって、上上がってきたの初めてなので、私。私やってた時って、お台場だったから。なあ、そういうことか。はい。うんうん。まずね、下の駐車場にボコンって。そう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 、行って。懐かしいって車乗ってたしね、私もね。あのタイヤが、ちょうど隙間のとこね、5センチぐらいボコンって言わないと。そういう話するから、時間がなくなるんだよ。細かいとこに見えてきたる わかるけど。そういうとこ行きたくなるのかるけどそうで、ニューズは日本いやじゃあそのいろいろラジオ局、どう、違いでうとどういうところがあるんですか私ね、その、局の違いというよりは、まず、大阪出身でしょ一番最初大阪で始めて、東京出てきた時に、まあそれは FM でしたけど、番組の作り方が全然違かったのね。大阪と東京で。大阪と東京だから。あのね、大阪の時は、 ミキサーさんがディレクターみたいだったの。はあ、のミキサーと、そうそうそう、ミキサーと喋り手が全てのアイコンタクトで曲のタイミングだったり、なんだかんだタイムマネージを全部やってたの。ディレクターは何をしてるいてはい、ディレクターは何やって,ってたんですかディレクターはその来るファックスや、あの、お便りの裁きと、はい、えっと、なんだろう、あと何分ぐらいだからこの辺やりくりどうだなっていう、ずっと時間計算みたいなことをやってることがメイン。 番組内容の構成はほぼ喋り手である自分、はあ。なるほど、<で>ほどこここういう風に行きたいからあと1分で曲行くけど、あとアウトロいくらぐらいあるとかっていうやりとりは全てミキサーと喋り手だけでやってたの。うん、へえ。それが東京来たら人多いのよ。いや、も、ま、う、あ。ミキサーさんはミキシングだけやってるし、ね、ディレクターさんはディレクションやってるし、はい、構成作家さんっていうのが大阪いなかったの。ああ、そうなんですか構成作家さんっていう立場はなかったの。 だ何する人と思って、だから東京来た時に、構成作家って何する人 <laughs> いや、まあまあそうですね。まあこう、まだいろいろ番組のまあな、うん、流れとか、今日はこういうことやるってことを作ってくださる方が構成作家。びっくりした。かいいだからでもそう思うと、そう思うと、ちょっと過保護ですかね。に思った。った初めて来た時は、はい、うわ、便利だなと思って、皆さん、分業、分業っていう感じが。最初は、 なんか、その、大阪の時に感じてた一体感と別の雰囲気をすごく感じていて、もっとこう、なんだろう、職人の集まりというかさ。まあそうですね、まあそれぞれが専門政治であるから、ミスとかトラブルは回避することは、うん、きっと、うん、その、少人数でやってたことでのなんかといろんな歴史がこの人数になってったってことなんですかね。うん、多分ね、だから、その、ノリが違かったっていうのもありますよね。はあ、少人数だからこそ出るその緊張感というか。 そ、はい、だからじゃあ東京から大阪行ったらちょっとそりゃそうでびっくりするかもしれない、うん、ね慣れるとだと思うよやること多いと思うきっと,とっしゃべり手の人が大阪行く時、うん、あ今がどうか分かんないですよねでもね、うん、今もしかしたらもう変わっちゃってるかもしれないのでもう二十何年前ですから二十 <laughs> 何年前といえばですよね 22歳の頃にオーディションで合格二十22かな23かなどっちだったかなもうねあんま覚えてないじゃ,じゃあ20代223で22 <3 S 2> 22で FM 大阪て、うん、でで今日は阪神・淡路大震災の、はい、あそうなんですそういう日になんかマイクの前にいられることは非常に嬉しいです、うん、この FM 大阪で番組担当されてたのはこの震災の日はどうされてたんですか 被災というかして、はい、ただ私が住んでいたエリアっていうのは全然被害が、えー、と大きくなくて、うん、えっと、学研都市線、片町線もすぐ動いたのでね。うん、な,なので、えっ、ー、と、来られない方、局にたどり着けない方がほとんどだった中、私は比較的すぐに動けたので、すぐ行って。 それは来いって言われるんですか、それとも自らが行く、とまあ、行きます、はい、私、行けるので行きます要は要は、情報を伝えるための喋り手すら、みんなたどり着けない状態だったので、ねうん、私、行きます、自分の担当の日じゃなかったと思うんですけど、うん、確か、行って、まあ、ビルは全部、電気落ちてますよね、はい、で確か9階にあったんだけど、懐、うん、中電灯を持ってスタッフが下まで迎えに来てくれて、うん、一緒に階段。 9階まで登っていったら壁にひびは入ってるしでもスタジオの中も曲はふわーってなってますよね、うん、少人数ながら、うん、集まれる動ける人はみんな集まっていてあとはもうひたすらもうひとにかくライフラインの情報を伝え続けるっていう1日2日でしたかね、うん、このラジオというものはやっぱりこういう被災の時の災害時というかそういうところに、うん。うんはい 必ず身近にやるもう役目としてこうまずっとこうそこの責任はそれぞれまバラエティな色々やりながらやっぱそこの部分が強いじゃないですか。そのまず全員が局に集まることでできた全員が今自分たちにできることが何かっていうことだけを考えて動いた。うん一日二日三日四日だったと思だからラジオに立たってる人間全員がやっぱりお人数が大きお 彼少なからやっぱそういう部分がまあだからここで1年に1回この日がやってくるわけですけども忘れちゃいけないと思うしずっとそういう気持ちでマイクの前にいなきゃいけないとは思いますねやっぱりね僕もこのレオナルド始まるときにやっぱいろいろ聞きましたそうなっていうときはどうしたらいいんですか日本作ってやっぱいろいろ看板があってありますねこれをまあまずは読んで落ち着いてくださいみたいなことがあるんですけどはい た僕がね、まだね、そういう時間に遭遇したことがなくて。そっか。その時は,、うん、は、そういうことは初めてでしたが。初めてでした、もちろん。4月に、あの、喋り手デビューして、はい、えっと、その次の、うん、だから3、さん。どういう感覚だったんですか、はい、初めてじゃないですか。うん。あのね、ラジオの前の人が初めて見えた気がした。 その喋り手として自分がやらなきゃいけないことに精一杯で四5 6 7 8 9 1 1 1十2月を過ごし、うん、まあ震災ということが起こったおかげでっていうとちょっとね語弊はありますけど、うん、初めてそのラジオの前の人に向かって何を喋るべきかとか、うん、どうつながっているのかどんな人がそのラジオの前にいるのかっていうことを感じた、うんうん、経験だったですね。うん 1月17日です、えーはい、この日ということでまたその時のことをねいろいろ思い返しながら、ね、いろいろ自分に何ができるかそんなことは言、ね、いやすいですけど。ということで今日はあ玉川美沙さんとともにお届けしている「日本ポン土屋レオナルド」はいえー、この後は「ニュース」「骨董」「ハロー神奈川」と続きます。<music> 今日はね、玉川美沙さんと共にお届けってカラスの駆除事情でいい人紹介するってどういうことですかカラスをすごく詳しい方がいらして、本もいっぱい書いてらっしゃるんですけど、すごい面白いの。いや、僕も正しい知識を知らないとだめだよ、やっぱり、カラス。カラス、そうなんですよ、すみまん、全然都内のカラスの駆除について今、ちょっと話をしていただけだったんですけど、千葉県のパンダ1号さんからこんなメッセージいただいております。玉さん登場楽しみですと松 ののの放送局の週末の番組 <laughs> たた大好きで聞いております <laughs> あ,ありがとうございます、ね。凛として筋のある方だと思うんですが、それでいて話すとガンガン押してくるのではなく、えー、ふんわりとナチュラルな話し方で、ハートに語りかけてくれる感じが大好きです。うまく言えませんが、大好きなパーソナリティの女性なんです。<laughs> 今日はお二人の電車トークを聞けたら嬉しいです。関係者じゃないのね。うちの事務所の人が書いてんじゃないの いやいやそんなことないんじゃないですか。どう千葉の方ですよ。本当だ。じゃあ二人の好きな電車投稿ですね。うん、あと、えー、40秒です。<laughs> 全然無理だもん。18切符旅行ったよこの冬は、えー、息子と行った。すごいね。息子とだから二回目だね18切符プあ三回目かな。僕ね恥ずかしくて18切符プ使ったことないです。あそうなんだ、ね、だって 僕は近郊の最寄りの駅を愛したい私は企業努力鉄の,あの弟子になりたいタイプだから<ー>土屋オの作るそこに入りたい,たい、はい、そう一回、ね、全部、ね、土地を白紙で作り直してた <laughs> っていうトークライブみたいな渋谷をゼロから作るならとか うん、ちょっとそういうトークライブ今度やりましょう、うんうん、え私何も喋れないけど進行 <laughs> 役だけ白紙返せってトークライブよろしくさあ今日は玉神さんと共にお届けしております日本放送土屋レオレオナルドですこのあは日本チャレンジターアスリートお送りいたします今週はシッティングバレーボールの高砂進選手のお話です ではこの時間の日本放送天気予報をお届けいたします。玉神さんお願いします。はい現在の時刻一、えー、時四十九分二十五秒になったところ。今日まで行く <laughs> 親切心たっぷり。<laughs> うん、ここ有楽町日本放送屋上の気温と湿度を見ると九点八度。 気温がねちょっと寒いああちょっと寒いまあまあ冬まあまあ、ね、冬だな湿度も50パー切ってるからねてるイ,ンンインフルエンザも流行ってます,いいす本当と気をつけてくださいか好きね一個追加で買っちゃった昨日本当いくらのやつうんとね5600円あいいお手頃だね。ヤフーポイントにセンサー向け使った関東の平野部は冬晴れですただ群馬県北部などの山沿いは所々で雪雲が流れ込みそうです 最高気温、都心と横浜、それから千葉では12度、埼玉では11度の予想です大体いい昨日と同じぐらいなんですが風はさほど強くないので日差しの暖かさが感じられそうです今日ここ来るときに電車乗ってたら本当にぽかぽかで気持ちよくてだいぶ寝ましたそうだよねね、うん、行きたたい、ねうん、<laughs> 日が暮れると一気に寒くなりますので寒暖の差には十分にご注意ください。はい 明日金曜日も関東地方は乾燥したお天気続きそうです。 さあ今日の前半パートナーは玉川美沙さんということでどうも玉川ですこんなにあのもうちょっと頑張るんですけど普通いや頑張ってないのいやいやいや言い方表現ボキャブラリーがなくてすみませんいやそういう意味じゃなくてすごくんかんか居酒屋みたいなんかそうですねなんかななんか すごいですね、玉上さん。ありがたいんですけど、私も昔から、リスナーの方に、やる気のない喋りが好きですってすごく言われていて、いや、やる気あるし、<laughs> めっちゃ頑張って仕事してんじゃん <laughs> と思うんだけど、やる気ないって褒められるのよ。<laughs> やる気ないって褒められる。いやいや、まあ、まあそう、失礼、ね。失礼よね。失礼よ、ね。やる気終わりでしょや,やる気悪いけど。終わりでしょ今日はね、うん。あのんまりなん <laughs> あんまりないの。のすごいなと思う、ありがとうございます。なんか、<あ>んかもう、ちょっと気使うんですけど。うん、気を使ってないということ、うん、苦しみない。ありがとうございます。さあ、今日はね、うん、オープニングで、えー、混雑している車内でのリュックの話をして,てリュック、ね。そうだった、そうだった。リュック、まあ、リュックが増えてきたからこその新しい問題なんですけど。いろいろ皆さんがどう対策してるのかいただいております。はい、板橋区のマーレーンさんです。うん、え、私も電車の間、バックは前に抱えております。混雑時はもちろん空いてる時もです。 お二人に質問です。はい、最近、始発電車に乗りましたか、うん、始発電車はこの時期めちゃくちゃ寒いんです。わかりますか、はいはい、私が利用する有楽町線は約45分。豊洲の手前の月島あたりでやっと暖かくなるのです。もうちょいと池袋くらいまでに暖かくならないもんですかね <laughs> その筋の強いお二人にお願いです。<laughs> 私の施設は <laughs>。いや、そうですか。どうですか暖かくなりませんかと。我々。あのね、知ってる <laughs> 靴の中に入れるさ、回路があってさ、あれ最近あの、足の甲の方に貼るやつがあんの。え、つま先じゃなくてあ、だから、そうそう、つま先。つま先は、あの、下じゃなくて上っからね。上っかいね。上っかいね。上かあれあったかいよ。いいよね。俺ね、先週から始めてるそれいや、そうそう。あのね、か、初めて買ったの。ほんもう、いや、要はこたつでな、寝るのよ、最近。はいこたつで寝るの。母さんにめっちゃ怒られるいやいや、体調がいいわけ。 俺だけインフルエンザかかってないわけ。いや。で、なぜかなと思ったら、足をやっぱり温めてるからだと、いや、ま、真似しない方がいいと思うんですけど。ダメだ。で、それから、移動中、常に足の中に回路を貼るようにしたら。もういいね。で、甲に貼ってもいいわけじゃん、あれ。同じやつだから。まあね。あれ、甲用とかあるんですかあるの、あるの。上に貼ってください用があるの。何が違うんだろう。ほん。ま、薄さとかも違うのかもしれない。私は裏だと、厚すぎて嫌なんですよ、私。 ほうほうほう。なんかね、足裏にすっごい汗かきそうで気持ち悪いんだけど、こうのその指の上のところっていうのかな、あそこの部分にペタッと貼る感じなんですけど、ちょうどいいんです。<ー>つけてるのを忘れるぐらいの、レベルのあったかさなんですよ。あ,あ、そうですか。あ、そうだ、<ぼ>そういえばちょっとあったかいわ、ぐらいの感じ。じゃあ、それちょうどいいの。そうか。いや、僕はね、こう下にあるから、でい、家の中でもそうなんですよ。ちょっとタップダンサーになった感じで,です <laughs> <laughs> まあ、要は我々二人には、うん、あの、 暖房がね、<laughs> 車両を温めるスピードは変えられないので。<laughs> はい これでどうでしょうかいやでもあっためで、いや俺もね、前桜上水の尺の前に住んでたことがあるんだけど、朝4時間でブーンって桃高が、そうそうそう。あれで起きたい。寒いんだよね。もう誰も乗ってこないから開けなくていいよとか思うよね、駅でね。まあ、だからね、まあまあ、自分からの対策というのもあるかもなということがありますが、これ行きましょう。次。え、ちゃんにしさんからいただきました。え、リュックの件についてといただきました。電車の中では私は前に抱える派だと。え、その方が自分の管理下にあり、誰かに迷惑をかけてないかと確認が取れて、 安全かと思います。ね、いうことなんですけど、こういう方もいますゆずっ子さん。うん、レオさんの前持ち、朝晩のラッシュは迷惑じゃないですかと。お,<ー>おラッシュではかなり体が振られます。前持ちだと後ろ持ちと同様にスペースが邪魔です。自分は手に持って足元に置くんです。と。あ,ね、とあ、はいはい,はい、はい。なるほど。足元だとスペースを確保できます。後ろ持ちが一番迷惑ですが、前持ちも白い目で見られますよ。うん、特に朝晩のラッシュ時と。うん、確かに。<ー>その場合による、私もラッシュの時だと前に抱えない。 下にあって、うん、なんかちょっとそのしゃがまないと取れない場合ないリュック、うん、その時の俺の折りたたんだ横広感っていうのう、ねうん、あとはその立つ場所をすごく考える<ー>自分がリュックの場合はその要は前後にあまり人が来ないようにとかさ、まあ、難しいんだけどなるべく端っこに行こうとかね、うん、場所を考えるかな 大変ですごい、あんなことないもんね、他の空間で。あんなに知らない人とくっついてるね。よささまとね、ほんとそうよ。まあ僕はアナログ回路だと思って生きてますけど、電車の中アナログ回路乗客を回路とふう、思えば、うん、あったかいなっていう考えどうですかうん。うん、<laughs> 36.5度の回路が周りにあると思ったああー、これあったかい、ぬくぬくだ。 いうことじゃない実はそうですね,そ,ですよねそこで会話でも生まれればね <laughs> すいませんでございました、えー、試しに行ってみたんですよ <laughs> <laughs> 絶対思ってないでしょ普段そんなこといや僕ね結構ね試しに行ってから考えることあるんですよ <laughs> ラジオありがとうございますダムアミサさんとともにお届けしておりますにぽそ土屋レオレオなどのまもなく2時です <music> 日本卒チアレオレオナルド、2時になりましたが、ここでまず電車の情報、先ほどの続報入ってまいりました。車両故障の復旧作業の影響で運転を見合わせていた、埼玉新都心交通、新都市交通ニューシャトル、先ほど全線で運転を再開いたしました。 ようやくでございますうんで。この影響でダイヤの乱れが出ておりますご利用の方ご注意ください以上電車の情報でございましたというようなことで、えー、この時間はヒガリパートナーは玉川美沙さんともによろしくお願いいたします玉川ですよろしくお願いします、ね、鉄白いけるねこれでねよかったよそう、ね タイヤだしねあのちっかわいいマジで大江戸線でかって思うけどねちっちゃいのち JR でこう走りながら横をニューシャトル通るのを見るのがかわいいんだよねあれねあれを走らせることによって新幹線を通らせたっていうねこういういろんな地元住民との兼ね合いがありましたさイベントの準備しとるなすいませんさあそんな話はないんですよ今日はこの後ねメインコーナーいきましょうじゃあちょっとね2人でいきましょう声合わせていきたいんでちょっとよろしくじゃあ続いてはこちらのコーナーでせーの二時の深掘り ありがとうございますでもねその後ダダンとかないんですよこれねびっくりしちゃったんか来るのかと思ったそこはお前が作る番だぞって僕が言われて、ね、早い1年早い1年です <laughs> 頑張りたいと思いますかさあいろいろね深掘りをしていこうと。 好奇心のまま深掘りしておうん。別に真面目な番組じゃないか。はい、好奇心のままの深掘りしていくんですけど、月曜日は街、火曜日がお金、そして水曜日が音楽で、木曜日は生活の中のちょっと気になることを深掘りということで、えー、今週はこちらを深掘りです。じゃんけんを深掘り別にこれも実感ないです、うん。ないね。<laughs> 以前ね、ここの深掘りというか、ま、あの、オープニングトークで、サッカーの主審が、あの、陣地とか、あの、どっち攻めるみたいな時にコインとするじゃないですか。はい。で、コインを忘れたんですよ。で、超慌てて。取りに行けないんだ。行け、もう、もう始まっちゃうから、テレビ中で、じゃんけんで済ましたっていうことで、処罰されたっていう。かわいそう。かわいそうっていうとそれ、処罰なのかみたいなことあったんですけど、ま、で、そのじゃんけんの話をしたんですけど、 ああ、それは海外の話だったんですよ。うん、あ、うん、じゃんけんって世界共通なんだなっていう話をちょっとしたんですけども、うんはい、じゃんけんっていうのは、うん、まあだからまあ、果たして公平なのかと。うん、コイントスももう、ね、真ん中、裏と思ってたように、うん、じゃんけんは果たして公平に、うん、じゃあここは恨みっこなしのじゃんけんだみたいに言いますけど、言いますけ、ね、じゃんけんは果たして公平なのかということ、我々は公平だと思ってましたけど、そのじゃんけんを気は深掘るということで。公平 公平、人の名前ではないですよ。わかってるよ。<laughs> <laughs> いや、ということで、そのジャンケン、果たして公平なのかということを深掘った人がいるんです。あ、もういるんだ。そうなんです。じゃあ話終わりじゃんいや。いや、それをちょっとご説明しよう<あ>ということなんですけど、どはい、ウィーン大学で日本を研究していた先生が書いた本に、うん、で、このまずジャンケンの歴史を調べた人がいて、江戸から明治に来て日本で生まれたものとして書いてある。で、ジャンケンは世界でやってるんです。これ日本初だという。あ ミルクレープとジャンケンは日本はずだということがこれでわった。そう,なんですね、そうなんですけども、実際その後日本のアジア進出で世界に広まったという説が現在でも有力だということでええー、まあ諸説あ,りますが諸説あるけども。諸説あるけども、日本の伝来のものがというようなことがあるんですが、<ー>まあ、ただこれ、あくまでも今あるグーチョキパーのジャンケンが日本初の話であった、ねうん。そうですね。そこからだからロック、シザーズ、ペーパーがて、 どうね、そういうこと。いうことなんです。ただ、だから要はそのグーチョキパーのじゃんけんが日本初であって、他のパターンで勝ち負けを決めるものは日本初じゃない<ー>ということだじ,ゃあじ,ゃあじゃんけん的なものは他の国にもあると,ううと。インドネシアはい。行きましょう。インドネシアですね。はあはあ、象とアリと人で戦います。<laughs> 象は人に勝ち。なんか面白動画でも作る。いやいや、登場本当だよインドネシアは、象は人に勝ち。はい、潰しう人はアリに勝ち。うん。アリは象に勝つ。ええ、アリは象に勝つの夢があるね。そう、夢がある。これ、大量にこう、外側をこう、埋めるんじゃ、覆うんじゃないですか。ね。ええ、確かに、一もい。一軒もない。 あり、ありは地球上に一軒いますから。ええ、久しぶりに聞いたな、K。そうな、そんなこと。じゃあ、その指はどうするのかってのは、そうだよ。なに、ゾウは鼻の子なんかやったりとかすんのいや、そんなのは、その、混んでる車内では無理ですから。もっと混んでる車内なじゃあ、その鼻をこうブンブンやるような、広いとこ一緒に。なんで混んでる車内でじゃんけんするシチュエーションになるのさ。手の、サイズでやります。人は、人差し指一本上にある。人。これが人です。人ね。ゾウ、どうやると思います手だ、片方の手だけです。 え、だから、こうなんか鼻じゃないのこれを鼻にするとか。これがね、意外とコンパクトしました。親指を立てるとご存知。え、ちょっと待って。人差し指が人間。人差で、親指がゾウ。親指がそう、で、まさかあは小指。正解。 意外と全然増感もありかもないわかりやい。サイズ感だけで出しましたでも楽しい楽しいそうそうだから一回これでだからそれでじゃんけんっぽいで親指人差し指小指でやっともちょっと面白いかもしれないジャッジ覚えるまでに時間かかるなミャンマーミャンマーもあります日本の車両がいっぱい走るミャンマーありがとうございますミャンマーはですね虎と鉄砲と上官っていう 偉い人ね。上官、偉い人。そう。鉄砲、これ、兵隊と上官と虎。ま、この三つなんですけども。えーと、と、えー、銃は虎には勝てます。そうだよ撃つってことだよね。はい。虎はね、上官に勝てます。上官ね、銃持ってないから。あー、そういうことそう。で、上官は銃持ってる兵隊に勝てるから。偉そう。これ偉そうに。あ、お、面白いねこれ面白いでしょ。面白いです。 ただこれに関してはね、手でやるにはちょっと若干。もうちょっとね、やっぱミャンマーはね、気持ちを体で伝えて、体を全体を使います。もう、だ、動きはあるんだね。銃はね、ゲッツ両手でゲッツ。このゲッツをちょっと左右こう、ちょっと上下にちょっとやってすると。トラガオー両手を上げるーそうそう、リトルグリーモンスターみたいなのーーガオーガオガオは、上ョだ。ウルトマンみたいな。腰に手を両方当てる。なるほど。腰に手。 そうだ、アルプス一番弱みたいな状態で、やると。子供喜びそう子供喜びミャンマー系はいいなということですただ、問題、こっからです。複雑なんだ。オフランスです。わー、複雑そう。複雑そうだわ、オフランス。でしょ独自やろうとうかあのね、4種類あります。まず出すものが。えじゃないんだ。えっとね、木の葉。木の葉。井戸。井戸。石。石。はさみ。 ハサミなんかまた私的なこと言いそうな感じだな,な。そう。石とハサミではハサミを切れなくするので石の勝ち。うん、これじゃんけんとしてある、ね、そ,そうですね。井戸は石とハサミを沈められるので石とハサミに勝ちと。で、この葉は石を包み井戸を塞ぐことができるので石と井戸に井戸に勝つ。うん、要はね、読んでぐるぐる回るだけじゃなくて、その。相関図ができちゃう感じだができる はぁ、あ。すげー複雑なんです。覚えらんない。フランスっぽいでしょう,んう,うようなこと。でも手は単純なんだね。グー<は>チョキパーに井戸がちょっとなんかこう。なんかう違う形が入るって。なんかこう何かをつまむつまむみたいな。手全部でピュッとつまむみたいな。いうようなことでね、やるのがフランス。うこういうのはいろいろろいろんなじゃんけん的なものがあるんですが、 今日のだからそ、そもそもの疑問ですよ、深掘り。はいはいはい。じゃんけんで物事を決めるのは公平なのかと。まあ、グーチョキパーに戻しますと3種類ですがまあ3分の1ずつというのは隠れちゃうとね、はい。ねでもさ、うん、そもそもじゃんけんって公平のためにすることなのあれは勝負でしょだって。完全に。じゃんけんっていうのは勝負だから、データの問題とかなんじゃないのそうそういやいや、正しいそうなんですよ。勝ち負けを決めるわけですから、うん、どれを出すと勝ちやすいかってことがあると。でしょじゃあ公平というか、 概念とはちょっと違うものだよね。そうなんです。だからそれをオービリン大学の、うん、え先生がですね、じゃんけんに関する研究結果を公表してるんです。いろいろ調べたんです。<ー>どれが一番世の中出してるのか。え、チョキだと思う。チョキだと思います。うん、チョキを出すんじゃないみんな。このね、オービリン大学の教授はですね、うん、700人以上の学生さんに、ノーベンにして1000回以上もじゃんけんをしてもらいました。うんうん で、そのデータを分析したところ、グー、チョキ、パー。ま、なるべく多い方が3分の1にどんどん整っていくじゃないですか。一番多く出されたの。チョキだと思いますかちょっと待って、ちょっと待って。変えてもいいいいですよ、変えてください。パー。パーですかうん。なるほど。チョキの次。え、変えてもいいいや、嘘。いや、パー、パー。パーですかだって出しやすい。最も多かったのはね、グー。外したね。勝負に負けた。じゃんけんの勝負に負けたよ。弱いのよ、じゃんけん。十五パに。35%だ。 三分の一が、三十三点三パーセントが、えぇね、一応、平均です。で、パーが三十三点三パー。これぴったりだで、チョキが三十一点七パーセントと。これはですね、ひ人の手が持つ構造に影響してると。グーとパーは、出しやすい。出しやすい。もシンプル。そうだよね。閉じる開く。そうだね。なんかハイブレッド、チョキ。 閉じるし、開けるし。<laughs> ちょっと考えなきゃいけないもんね。ど、どの日本だっけみたいな。<laughs> そうだよね。そういうことだね。よかん。ものすごい複雑な構造の、チョキは。確かに。っていうことで出す人がいないということで。要は最初に出す手で書く確率がかなり変わってくると。うん,うんうんうん。ですから、チョキを出す人が少ないということは、負けたくないあなたパーを出すことによって、人間の手の構造上、負ける確率がぐっと下がると。はー。 まあ、だ、この放送聞くとみんなパワーですから。じゃんけん、ほい負けたわ。弱いですね。ただね、このパターンがあるんですけど、さらに調べました、先生。はい。愛子だった場合、次にしたら何を出すだろうかと。ああ、同じの出した同じに出したらということ。ええそれはですね、ええ同じものを出す確率っていうのですか。例えば、お互いが、 パーで出しちゃった。もう一回特にもう一回パーを出す確率は高いと思いますか低いと思いますか ?33.3% より。高いあの、低いんですゃ全部ですね。23%弱。高いね。だから、パーを出してアイコだった場合は、相手が出すのはチョキかグーってことですよね。ってことはグーを出しておけば、かなり負けない。だから、アイコになった相手のものに負けようとすれば、 負けない確率が高くあ、うそうとっさにそれを思い出せないだ結局やっぱりそこは頭で意外と考えない絶対そう、ね、適当に出したらいけないんだというようなことが今日のですねカボリでございますからじゃんけん強いですか僕はね、うんえー、でもねじゃんけん強いというかでもね子供が生まれてから、うん、子供とじゃんけんする時って頼むから負けてくれって思いません、うん 向こうが自分分がでしょそう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 。だから、どう負けるかを研究しだしてる結果、なんか、ちょっとずつね、人に勝てなくなってきてる気がする。俺、昔は強かったでしょ、引っ張られてますか。なんか、負けますようにっていう、なんか、負けてほっとする自分が今いるんですよ。父となって。めんどくさいもんね、子供に勝っちゃうとね。面倒くさい。ものすごいめんどくさいよね。うちの息子、最近ですね、親指、人差し指、中指を出して、薬指と小指を曲げるので出してくるんですよ。イェイ勝ったとかですよ。何これ。これはですね、 なんだって言って息子に言ったら、うん、これは、パーでもあり、うん、グーでもあり、うん、チョキでもあるんだって。上に来たらしい。<laughs> 何それ。そんなこと覚えてくんのいや、保育園でそういうことやってっしるしですよ。え<ー>俺の勝ち、みたいな。で、そう、そういうこと言ってきたとき、父はどう言うのその手があったかー,ー,ーい。うわパパの鏡。<laughs> そうそう。 あのねそのじゃんけんで負けたんですがいいよいいよお前でって言うといやそんなのいいって言うから、うん、ちゃんと負けてあげるということが結構大事なと個人的には思ってます勉強になりましたいやいやそんなことはないですけどでねでもこの昔からじゃんけんってのは、うん、いつかは負けるじゃないですかとはいえうん、うん、連勝してみたいなっていう気分が昔からあるんですよ何連勝までできるんだろうかなそうそう夢物語じゃないですかただ僕昔小学校の頃にじゃんけんをやって全校生徒で、うんうん、勝った人の 後ろに負けた人がついて、ムカデみたいにどんどん繋がってる。おー楽しそう。要はカット、要はトーナメント戦ですよ。はい,はいはいはい。で、それで、だからずっと勝ち続けられるわけじゃん。ね、必ず一人は永遠に勝ち続けることができるわけですよ。うん、このイベントやりたいなと思って。僕今日の朝地下鉄で何列車をできるかな。うん、一番世の中で、えー、あるのが横浜日産スタジアムとか6万5千人とか入るでしょ。で、今日朝電卓で計算したらね、うん、あのね、 6万5536人集まると、うん、必ず1人は15連勝できるっていうべの記録ができるっていうへえ<ー>以上の話なんですけど <laughs> <laughs> すごくね15連勝とかしてみたいよなしてみたいねどういう気分なんだろうかなっていうあのほら100円握りしめてじゃんけんするゲームとかあるじゃん何それ ね、パーティーとかでよくありません知りません全員自分で100円持って、そばにいる誰かとじゃんけんするの。で、勝ったらその相手の100円をもらう。で、残ってって最後勝った人はその全員分の100円玉が手に入るっていうゲッセワなゲームね。ゲッセワなゲーム。でもそれ6万5千人でやったらすごいね。650万ですよ。うわゲッセワ。ゲスセワでしょ。でも、参加するためのフィーは1人100円だから。ああ、ほだ。すごい楽しいゲームなんだけど、100円で参加できるのよ。 10円でもいいよじゃんけんって結構エンターテイメントですねまあ AKB とかもやってますからだからこそいまだにねなくならないわけですよいろんなイベントでじゃあじゃんけん大会やりますっていうさ必ずあるじゃんねラジオの公開放送とかやるよねあるあるあるじゃんけん大会そう負けた人とイコの人は座ってくださいってあーってねあれで楽しいでございますということで今日はじゃんけんというのはボーッとするよりもいろいろ深読みすると勝てる 勝ち、うん、を手繰り寄せることができるんだというような深掘りでございましたということでありがとうございましたじゃあ一曲いきまミニモニですいいですね久々です 土屋レオレオナルドということですけど今日の前半のパートナーはラジオパーソナリティーいい玉上さんということなんですが<黙>お別れの時間になってい,いやだ <laughs> まだ帰らないいやいやそうなんですよ僕もそうのつもりなんですけどじゃあちょっとさすがに聞きたいさっきの鳥鉄部っていうの鳥、うん、<laughs> 鉄って鉄ってあってこと違う鳥野鳥,野鳥を楽しみつつ鉄道も楽しみたいの、うん あわよくば同じ一枚の写真の中に両方入れてる。ああ、それはわかる。ただ、それは写真が趣味にしている部員の皆さんの楽しみで、私別に撮り鉄じゃない。ね、あの撮る写真の方の撮り鉄じゃないので、はいはい、カメラも別に持ってかないし、いつも引率の人ね。<laughs> なんで急にそんなことやりたいじゃないですか。いや、みんなと遊んだら面白いかな。 まあでも写真撮る方はそうか鉄道が好きで撮ってる方も多いけど、うん、写真が好きでその中の一つの素材として鉄道って人も多いわけだ、うん、あとはその歩くっていうことだったり<ー>同じ楽しみを共有できる仲間でこうさたまに集まれたら楽しいじゃないですか、うん、最近思うやっぱね足で稼いだ自分の経験っていうのは何事にも変え難いなってのすごく感じる、うんうんうん、本当になので、うん、そういう、まあ、オフ会的な場所を作りたいなっていうのがもともとです ってことは、鉄道の見える鳥、どう結構、だ丈銀行だろとかああ、そういうことか。もう、そう、あの、モノレール、東京モノレールと一緒に撮れるでしょうまくいけばね。モノレールと、上をなんかと、うん、鳥が飛んでる。そう並走な,なんて夢のような、ね。みんなうまいこと撮るんですよ。ああ<ー>、そうなの上手なの、みんな、本当に。で、身近にこんなにたくさん野鳥いるんだっていうことも覚えられるし、はい、先生一緒に行ってくれるので、 鳥にも、鳥にも鉄道にも詳しい白井先生っていう方をですね、あの、グッと引き、引き込んで、引き止めて、先生お願いしますって言って毎回一緒に行っていただくので。鳥もスズメとツバメぐらいしかわからない俺は。え、カラスは詳しいあ、カラスは詳しい。はしとはしぶとね。はしぶとがあるけどそうそう、鳴き声も全然違うからね。あ、そうね。そういうことがわかる。 うん、うあと僕ねお、花の種類もわからないから、そういうのも。ああ、そう。そういうのも詳しい人多いよ、やっぱり写真趣味の方っていうのは。被写体となるものに対するデータというかさ、うう勉強家だね、うん、すごく。なんか気になる、やっぱそれについて知りたいと思うと勉強だなるの今、ゴミ袋の、うん、厚みだもんね、今一番興味あるのね。えー、結構何ミリの使ってとか知ってます自分の家のゴミ袋。 結構0.01か0.03まであって全然破れ方違うので。そりゃそうだよね。ま、これ分厚いな。あの、OK ストアとかはね、1枚6円で買わなきゃいけないんだけど、スーパーの袋。あれは厚いんだよ。たぶ0.03。03ぐらい。だと思うそう、そういう話。しょうもない話です。しょうもないって言うな。いや、そうです。大事、大事。どうですか、玉上さん。もう、じゃお知らせなどありましたらな。ないよ、何も。 ここでできるお知らせなんて。んあ、まあ、ここでできる。なんでって言っちゃいけないけどさかあかここではできない。ま、でも、鳥り鉄部活動は、今年まだできてない。うん、ま、去年と後半から全然できてないんですけど、続けますし、はいはい、なんか。いろいろ仕掛けるのも、すごい、すごく、田中みささんが、率先して楽しんでる感じは憧れます。あ、うう自分が楽しいのが一番。うん、やっぱそこですよね。うん、一緒に楽しみませんかって言って、うん、あの、声かけて集まって、どうぞっていう。<laughs> あとはどうぞあどうぞあどうぞどうぞラジオパーソナリティってそういう人多くないですか本当僕も全員分のマリオカーとかってやらして僕は楽しいで僕はニコニコしてる。そういうの楽しいみんなでわあブルートゥースで連動してるみたいなね。かる今私は、あの、味噌みんなで作りたいなと思って。え自分が手前味噌作るんですけどね、毎年ね。味噌仕込むんだけど、誰か一緒にやらないかなと思って。ああ、そうなんうん、楽しいよ。僕味噌ボール投げんの。味噌僕今天ぷらあげようとしてるんですよ。天ぷらあげたよね、今。家で家で。 そば売ってるの毎年に。ちゃんと後片付けもしてね。はい。油飛ばすそう、したことない、したことない。うわいやいや、まだやったことない。天ぷらあげたことない。あげてないからね。そうか、ちゃんとします。家で揚げ物は大変なんだから、本当に。そういうことか。ダイソーかなんかの、長い方のあれだよ、ついたて買ってきてね。あー、あ短いのじゃないようにね。短いのじゃダメ。長い方。長い方あれだ、見た目がオシャレじゃなくないあれ。一回だけなんだから、いいじゃん。誰も見てないよ、揚げてるとこを。そうか。 かっ着とか着てやりたいんだよね。あ、わかる。それはわかる。白いやつですね。そういうのはわかる。形大事だね。またちょっとね、あの、たわいももはない話でも今後またぜひどっかでよろしくお願いいたします。いや、だから代理で来る。あ、そうか。じゃあ休みの時。連絡します。うん。たっぷり休みますありがとうございましさあ、こえこぜひがパートナー、玉まさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。